ハルさんのことだな。わしは今度こそハルさんと家族を日本に呼び戻したい。このままではわしは死んでも死にきれん。この際わしが身元を引き受け人になりたい。お母さん、お母さん。あの人の親族は何て言われてんだ。会うのもごめんだという。親戚さえそうなんだ。なんで今さら親父がこんな真似しなきゃならないんだ。美佐子や田鶴はまるで家族かなんかみたいに思ってるようだけど、俺にとっては赤の他人だからな。どっかの全然知らない残留婦人としか思えないんだから。いいか親父、どうやって面倒見るつもりなんだ。身元を引き受け人になるってことは大変な責任を背負い込むことだぞ。今うちがそれどころじゃないことぐらい分かってるだろ。それも分かんない。確かにお前にとっちゃあの人は赤の他人かもしれん。しかしわしにとってはあの人は俺の女房だったんだ。ご都合主義だよ親父は。春さんだって中国には家族があってそこで生活をしているんだ。あの人が今さら日本に帰ってきたからといって言葉も分かんないんだし、仕事だってあるかどうかも分かんないんだぞ。俺はあの人が日本に帰ってくることだけが本当にいいことだとは思えないんだ。そう思わないか親父は。生活のことは俺が何とかする。どうやって。いい加減にしてくれよ。乗るか損るかの境目だぞ。どういうことだ。ワークのロボットを入れる。今東亜と話をつけてきた。いつからそんな下びた根性の商売人になったんだ。商売人。物を作り生み出すのは一体何のためだ。いいかともよし、人間はいつも創造的な精神で自由に生きたいと願っている。その魂の実現に役立つものを作り生み出す仕事をするのが本当の職人だ。スイッチを押せば製品ができる。そんな機械でただ金さえどんどん儲ければいいなんて考え方は。仲間のことを考えろ。それで苦しむ人たちのことを考えろか。口を開けばやれ職人の魂だとか誇りだとか。聞かせて。金なんてのは生きるために必要な分だけあればそれで十分だ。食うためならこんな工場潰してマンションに出る。何でもすればいい。綺麗事だ。そんなものは。おふくろは親父のその綺麗事のために殺されたんだ。殺された。わしがひろこを殺したというのか。おふくろが病院で息を引き取るとき仕事があると言って臨終に間に合わなかったのは誰。職人仲間助けるためだったらおふくろの親の形見の宝石でさえ借金の形にしてしまう。石川さんの時もそうだ。
危ないと分かっていながら保証人になっておかげで潰れて未だにその借金を返し続けてるんだ。え、そうだろう。おふくろは親父のその偽善のせいで死んだんだ。俺だって親父に寄生した。親中学の時修学旅行さえ行けなかった。あんたがその金に手をつけたからだ。人を助けるためか何か知らないけど、俺はあの時どれほど寂しかったか悔しかったか。あんたに分かるか。いつも不思議だ。親父の担任への面倒見の良さは度を超えている。なぜ？いつもそう思ってた。春さんのことを知ったあの日、それがやっと分かった。親父にとっておふくろや俺は仮の存在だった。親父の心の中は春さんや亡くなった子供たちや戦友たちのことでいっぱいだった。親父は他人の面倒を見ることでその心の空白を埋めようとしていた。それだけだったんじゃないのか。春さんたちを思えばおふくろや俺を愛するなんてできなかったんじゃないのか。俺にとっちゃ戦争の過去などいい迷惑だ。関係ない。わしは春に会いに行った。春はそこにいた。春はてのあの人じゃなかった。わしはたじろいでしまった。春の生き様に圧倒された。頼む、わしは自分の財産を全て失おうと。春さん、春を、春と一緒に苦労を背負っている春の家族を今度こそ守ってやりたい。頼む。この通りだ。頼む。親父、もう嘘の上乗りはよせ。ハルさんにとって今一番必要なのはまやかしの愛なんかじゃない。あの人にとって今一番必要なのは親父は春さんを捨てた、その事実、それだけだ。私をどう見ようと構わん。だがこれだけは言っておく。無残にも生き残ったわしの戦後はただただひたすら働いて亡くなった人たちの代わりに平和な日本を築くことしかなかった。それがひろこやお前のためでもあるんだと信じた。確かにわしはお前が小さかった頃、工場でニコニコしてうろちょろすれば亡くした八重子や実とダブって涙ぐんだ。夕涼みをしてスイカを食べれば
亡くした戦友がスイカが好きだったと思い出した。戦争を知らない貴様に何が分かるだ。どうして最大の間違いに気がつかないんだ。親父たちは亡くなった身内や戦友に涙することはあっても侵略に加担し何千万人の中国人を殺したことは何も語らない。従軍慰安婦のことだってそうだ。一兵隊として女性を辱めた。その反省を名乗り出る人は一人としていないじゃないですか。原さんが来なければあなたは何も語らず平和に死んでいけたのかもしれない。それであなたは救われると思っていたのかもしれない。しかしそんなあなたの子として私はそのまやかしとごまかしのつけだけを背負わされ闇の中に追っ放り出され、あなたはそれでいい。しかし息子の私はそれであなたと私が本当の親子と言えるんですか。いいかと思います。わしはわしの全てをかけて物を作ってきた。命を形にしてきたんだ。それだけだ。それで十分だ。そう、あなたたちは立派に物を作ってきました。全てを曖昧にしても、どうしても身元引き受けをするっていうなら親子の縁を切って親父一人でやってくれ。わしは千万一台で十分だ。駐車場にバラック建ててでもやる。どうぞお好きなように。あれさ、帰りたいと思う気持ちはわかります。しかしあなたを助けてくれたご主人や中国のご家族の皆さんが今の日本に来たからといって幸せになるのですか。言葉の壁、習慣の違い、まして競争社会のこの日本でどうやって生きていくんですか。いいですか、父はあなたを捨てたんです。捨てられたあなたを助けてくれた中国のご家族の皆さんと中国で暮らされた方がよほど幸せなことだと私には思えるんです。今の私にできるこれが精一杯の気持ちです。どうか受け取ってください。自分の意志で残ったものなど一人もおりません。天皇と関東軍と国に捨てられたんです。あの方たちはあの方たちは真っ先に逃げたんです。自分の意思なんかじゃない。私たちは日本の侵略の生き証人として今日まで生きてきたんです。
友義さん、このお金はお返しします。友義さん、私ね、友義さんが帰ってらした時びっくりしたんです。死んだ稔の生まれ変わりじゃないかって。あの子が死にたくないよ、痛いよ、ひとしずくの涙をこぼして息を引き取った。あん時の顔とうり二つだった。友義さん、私はお金が欲しくて日本へ帰りたいわけではありません。日本人は中国人や中国に残された人間を蔑視し差別してはいませんか。それどころか憎悪すらしてはいませんか。これがアメリカ人やフランス人のような白人だったら媚びへつらってでも自分の親戚だと言って誇りにするんじゃないですか。日本はあの時と何にも変わってはいません。あなた方日本人が中国でしたことを忘れて、同胞の日本人がいることを忘れて、ぬくぬくと生きているとき、私たちは中国で日本の侵略の罪と罰を受けて生きてきました。でもその中国人に助けられて生きてもきたんです。どうしても私は日本へ帰る執念です。生きて生きて生き抜いて無理さろうとする日本人にそうはいかない。このまま死んでたまるか。この一瞬で今日まで生きてきたんです。おじいさんも日本軍に殺されたの。日本人なんていくらお金があっても幸せになんかなりこない。中国のアジアの人たちの怨念が消えない限り幸せになんかなりこない。今幸せな人がいるとしたらそれはあだ名よ。お父さんだって大嫌い。心臓さん、
私中国へ帰ります。許してだし、何にも分かってなかった。私台所でブルブル震えてた。自分のしたことを思うと、あなたさっきお父さんとの親子の縁を切るって言ってたけど、本気じゃないよね。命を形にする、お父さんは言ってた。私にはそこまでのものなかった。もうちょっとお金が欲しい、もうちょっとゆとりのある生活がしたい、そんなことしか考えてこなかった。いつの間にか自分で自分を追い詰めてしまって、そうやっているうちにお父さんの気持ち、タズルの気持ち、マナロの気持ち、そしてあなたの気持ち、心の奥にある本当の叫びを知ろうともしていなかったのかも。ううん、本当は知りたくなかったんだよね、きっと。母親失格、女房失格、嫁さん失格だよね。かえってこうなってよかった。俺は家を出る。一からやり直す。逃げるの？逃げる？そうよ、逃げよう。なんで？今お父さんはあなたに助けてほしいのよ。
自分の愚かさを全てさらけ出してまで。あなたさっきお父さんの戦後の出発を批判したけど、批判するだけなら誰だってできる。私も思う。確かにお父さんたちは戦争の責任をごまかしすり替えてきたのかもしれない。でもそのつけをお父さんは今本気で自分のものにしようと命がけで戦ってる。そうでなかったらお父さんは春さんには会いに行かなかった。もしお父さんの戦後の出発が偽りだったとしたら、そう、春さんには会いに行かなかったよ。お父さんはお母さんと再婚し、あなたを産み育ててきた生活が決して偽りではなかったんだ。そう胸を張ってあなたに言いたかった。そのために戦ってるのよ。そうだとしたら、これは私たち自身の問題なのよ。だって戦後に生まれた私たちはいろいろあってもどうにか生きてこられた。でもその生活がもし春さんやお父さんたちのように取り返しのつかない魂の傷を癒せないまんまの生活だったとしたら、私たちの人生もやっぱり偽りだったということになる。お父さんたちの心の葛藤が癒されなかったら、私たちにも本当の生はないのよ。本当の平和もないのよ。戦争は決して偽り、過去のものではなかった。今こうしてお互いがお互いを傷つけ合うことで引き継がれてる。私たち家族の歴史ってこんなに重たかったんだね。それに春さんが生きて日本に帰ってらしたの、一番喜んだのはお母さんだと思う。何言い出すの？お父さんから春さんのことを知らされた時のお母さんの気持ち、今初めてわかる。たとえ無くても真実を告げられ共有できる喜び、二人の新しい生活の源はあなたのお母さんのお腹の中のあなたの小さな命、あなたの命だったと思う。それにお母さんは何よりも一番春さんのこと気にして亡くなったはずよ。
私ね、あなたの義理の兄弟になるみのるさんややいこさんがなぜか心から離れないのよね。もしかしたら私たちの世代ってあの時殺された人たちの生まれ変わりかもしれないね。私は平和な時代に生まれてそれが誇りだったけど何にも分かってなかった。平和の申し子か。私春さんと出会って初めて死んだお兄さんのことも分かった気がする。それが嬉しいの。バシー海峡で死にそうになったっていうあのお兄さんのことか。そう、一度フィリピンに行きたくなった。お兄さんの隠れがいつも暗くて海の中に人の顔が浮かんでて、私お兄さんに言っちゃったの。どうしてこんな暗い絵ばかり描くのって。あの海、フィリピンの海だったんだね。何にも分かってなかった。俺たちの結婚式の時、歌歌ってくれたっけな。そう、雨に歌えば。ルル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 リルリルルルルルリルリルルリルリル。I'm singing in the rain, just singing in the rain.What a glorious feeling, I'm hopping again. I'm love and the clouds so dark up above. The sun's in my life, I'm ready for love. Let the storm cloud chase everyone from the place.Come on with the rain, I'm a heart. あんなに早く死んじゃって。私たちの結婚、喜んでくれたのはお兄さんだけだったもんね。私帰る。春さんたち、心配だから。決しなく遠いだのになぜ何を探して君は行くのか。そんなしてまず
俺な、天竜川のほとりでハルさんと初めて会ったあの時、ハルさんを引き合わせたのは俺の親父じゃないかって、そう思った。親父のためにも、いつかどこかで出会わなければならない人とやっと出会えた、そんな感じがしてな。何が言いたいの？俺の親父は関東軍の将校だった。そして親父たちこそ、実はハルさんたち開拓民を置き去りにした張本人だったんだ。俺の家族は昭和20年9月もう日本に引き上げている。いち早くだ。ソ連が参戦した8月9日親父がいた部隊はソ連と中国と朝鮮3つの国の国境の交わる町清津にいた。ソ連軍が攻め込んで、軍と市長は日本の居留民をどうするか話し合った。市長は一刻も早く居留民を避難させたいと軍に申し出た。しかし軍は、その必要はない、軍は民間に協力を求める場合があるからそのままとどまるようにという命令だった。ところが翌10日の朝、軍の将校官舎はもぬけの殻になってた。将校とその家族だけがいち早く逃げた。俺の家族たちがだ。逃げる途中、親父たちは列車が通過すると線路や橋を次々と爆破していった。そのためにハルさんたち開拓民は奥地に取り残され、退路を断たれ、荒野をさまよい歩くことになったんだ。息子の俺が言うのは辛いけど事実だ。俺の親父がハルさんやお前の親父さんの運命を狂わせたようなものなんだ。身元引き受け人になってほしい。俺にも協力させてくれ。ハルさんとの出会いは親父から受け継いだ財政を償う機会を与えられた、そう思った。親父は日本に引き上げてから戦犯として裁かれ、公職追放になってな。 GHQ アメリカの占領軍が GHQ に押収された写真の中の一枚に、親父が中国人の捕虜の首を後ろから日本刀で切り落とす姿があったんだ。罪を犯せば人は必ずその罪の報いを受ける。俺の家族の戦後は幸せではなかった。両親のいさかいが絶えなかった。親父はよく夜中にうなされて飛び起きたりしていた。今から思えばきっと親父の手で殺された中国人の殺される時の顔が夢に出てきたんじゃないかって思うんだ。その恐怖から逃れるために
親父は酒で紛らわせてもおふくろをよくぶん殴った。怖かった。そんな親父の前でみんな感情を押し殺して、俺は縮み上がってたよ。日本人は戦後自らが受けた戦争の悲惨さと犠牲を語ることはあっても、自らが犯した加害責任を語ることはほとんどなかったように思う。死んだ親父がよく言ってた。戦争に負けさえしなかったら肩身の狭い思いをすることはなかったんだ。この無念を晴らす日は必ず来るって。負けた悔しさを嘆いてたけど、自分の犯した侵略行為について加害者としての自分を語ることは決してなかった。中国人はちゃんころ、朝鮮人は半島人といってな、日本人はあの戦争で中国、朝鮮、アジアで2000万とも3000万とも言われる罪なき人々を殺した。その人たちの苦しみは今も続いている。その人たちから見れば、日本人はその事実から目をそらし、忘れよう忘れようとひたすら物質的な豊かさを満喫してると見られててもしようがない。俺たちは呪われた民族かもしれん。いや、少なくとも俺の家は呪われた家族だと自覚するようになった。俺の血だって変わりはしないさ。なんだったら親父は春さんを捨てたんだし、それに開拓団といったって中国人の土地を強奪したんだ。親父は何一つ本当のことは言わなかった。なあ友達、親父は心の中のもう一方で一夜にして虫一匹殺さない平和主義者でという振る舞いをする日本人の姿をどう受け止めていいのか整理できなかったんじゃないかって思うんだ。親父は戦犯として罪に問われたけど、親父にとってみればなぜ自分たちだけが罪に問われなきゃならないのか。もっと重い罪を負うべき連中は何も裁かれないばかりかのうのうと生きている。いや、それどころか平和社会となったリーダーたちの中に生きている。そういう怒りや割り切れなさの吐け口がおふくろへの暴力だった。そんな気がするんだ。親父はたまらなかったに違いない。おふくろは少しずつ体を悪くしていった。やがて躁うつ病で自殺した。おふくろの自殺は呪われた家族の結末だと俺は思った。俺の心の根っこにはいつも戦争の申し子という意識があった。俺は周りから疎まれる存在だった。極悪非道な関東軍の生き残りで満州からの引き上げ者の息子、おまけに先般の子だ。それだけで周りは俺たちを避けた。そりゃそうだ、平和に生まれ変わった日本と日本人にとっては何とも都合の悪い家族だからな。俺はいつも不安で何かに恐れ怯えていた。俺は幸せにはならない、そんな意識はいつもあった。自分がこの世に生きる正当な根拠をどこに持ったらいいのか、それを探した。
女房と出会って結婚した。でも本当は俺は結婚するのが怖かった。自分の血を引いた子供が生まれるからな。呪われた家計はもう俺で終わりにしたかった。会話のない食卓、口ばかりこぼすおふくろ、自分を無視する女房を怒鳴りつけて呼び戻そうとすることしか知らない親父。一番つらかったのはおふくろが精神病院の檻に入った時だった。病院を訪ねた俺をポツンと見た時の顔は異様だった。俺は逃げるようにそこを抜け出した。俺は深い闇の中に吸い込まれて自分が跡形もなく亡くなる、そんな恐怖に震えた。俺の運命はおふくろと一緒に朽ち果てるしかないと思い込んだ。女房はそんな俺も負けてはダメと命を懸けて俺に戦いを挑んできた。ある日おふくろから手紙が来てな。決勝だったり手首を切った。血であなたと私は親子、切っても切れない血が流れているんですと書かれていた。俺はおふくろを捨てて結婚した。そしてヒロシが生まれた。けど嬉しくなかった。それどころか疎ましくて仕方がなかった。あの頃俺は銀行で数字を追いかけているその時だけが何かこう現実感があって楽しかった。競争することで全てから解放されていたんだと思う。街も変わったよ。マンションばっかり突っ立って小さな町工場がバタバタ潰れた。この町を作った親父さんたちもいなくなった。負けてたまるか、ガンガンやってきた。今も信じて企業戦士だろうが何だろうが生き残ってこそ物が作れるんだ。パズルが嫁に行くときにはどこの誰よりも立派に送り出してやりたかった。その上美佐子は実家から町工場になんか嫁に行くから苦労するんだ、かわいそうかわいそうって言われて、どれだけ悔しかったか。お父さん、東亜が潰れた。え？こちらだと聞いたものですから、わざわざ来てくだすったんですね。ありがとう。あるさん、やはり中国へ。はい。
私は自分がこうなってしまった運命を誰かのせいにするつもりにはとてもなれません。中国で暮らしてみて初めて分かりました。私たち日本人がどれだけ多くの中国人を傷つけてきていたのか。私たち日本人は鬼だった。ただ日本じゃ食べられないから満州にさえ行けばそう思って、そんな私たちが幸せなんかなったら罰が当たる。私は背中に十字架を背負ったつもりで罪滅ぼしをしようと思ったんです。だから誰を恨むんでもなく、私を助けてくれた中国のために、王のために一生懸命尽くそう、そう思って今日まで生きてきました。殺された中国人や稔や八重子の魂は今どこさまよってるんでしょうね。お元気ですか？はい、とても元気です。ありがとう、ありがとう。おばさん、これは？在日殉難中国烈士永水復旧。1944年天竜川ダム建設のため、中国河北省より多数の中国人を、および朝鮮半島より多数の朝鮮人を強制的に連行し、そしてアメリカ、カナダ、オーストラリア、オランダ、イギリスの捕虜とともにダム建設工事に従事せしめた。誤れる侵略政策のもと、多くの中国人の命もここで失われた。二度と再びこの過ちを繰り返さないことを誓うとともに、安らかなる眠りに祈ってこの殉難碑を建立する。1964年、中国へ帰る前に一度お参りしたくてここへ来たんです。そこのダムを作るためにたくさんの人たちが中国や朝鮮半島から連れてこられてね、そしてここで亡くなった人たちの殉難碑なの。連合軍の捕虜の方たちもいたなんて知らなかった。日本の皆さんは
戦後の復興、自分たちが築き上げたと思っていますが、それは違います。土台を作ったのはこの方たちです。ダム建設、鉄道、炭鉱、トンネル工事、ろくな食べ物も与えられず、奴隷のように働かされ、死んでいった。お茶！お茶！ボロのお茶もその一人だったのよ。おじいちゃん、ボロのお茶よ。おばさん、実はお父さんのことなんですが、お父さんの名の友義というのは日中友好の友好からつけたんです。昨日おじいちゃんから初めて聞きました。おばあちゃんがつけたそうです。中国で亡くなられたミノルさん、八重子さんの分も頑張ってほしい、そういう思いも込められていたんです。血のつながりだけが家族ではなかった。私はこの56年間いつもいつも日本が恋しくて家族がいても泣きました。夫といても子供たちといても、私はどっかで自分が日本人なんだっていう気持ち抜けませんでした。この中国での生活は仮の姿なんだ、いつもいつもそう思ってました。夫はそれを知ってて私を優しくくるんでくれました。ありがたい、ありがたいって思うけど、他人になってしまう。私たち苦しみました。今度だってもしかしたらもう二度と中国へは帰ってこないかもしれない、夫たちは思ったかもしれない。それなのにたった一言、帰っていいよ、夫は言ってくれたんです。養父は今はもう亡くなり、養母は今年92になります。私の帰るのを首を長くして待ってくれているに違いありません。日本へ帰りたくて随分わがまま言いました。日本人の私でも我が子と同じ思いを寄せてくれていた養父母の気持ちを知りながら、自分の血にこだわり続けた私は一体何だったんです。まあ、まあ
母さん、今度帰ったら思いっきり甘えて泣きたい。お母さんと言って、そして夫にも子供にも寂しい思いをさせてごめんねと言って詫びます。皆さん本当にありがとからよく一人でぼーっとしているみたいです。家の中は前よりなんだか静かになって、工場の機械の音だけが聞こえてきてちょっと寂しいんです。ハルさんはもういないのに、いつもハルさんがいるみたいで、それからミノルさん、八重子さんもいるみたいで、とっても不思議な気がします。私は OL を辞めて見習いの保母になりました。在日の韓国朝鮮人の通う教会の保育園です。そして今私、マナロの家族のいるフィリピンへ行く許可をお父さんにお願いしています。まだくれるかどうか分かりません。来年の春には教会のみんなと一緒に韓国の保育園と交流することになりました。そして私、ハルさんに会いに必ず中国に行くつもりです。その時には731部隊のあったところをぜひ自分のこの目で見てみたいと思っています。そしていつか必ず南京へも。日本って何なんだろう、この頃よく思います。私は父と母の写真を持って中国に来ています。父たちの暮らした町を追いかけたかったのです。そして私は今、満州国皇帝溥儀のいた館、長春の博物館で一枚の写真を見ています。日本人将校が日本刀を高く掲げ
仁王立ちして笑っている。その足元に中国人の青年の生首が前後2列整然と置いてある。この人たちのこの無念の思い、この思いだ。この思いに心馳せることなく過ごしてきた私たちの戦後の日々、そこにこそ刹那がある。その刹那が私たち家族を捕らえて離さなかった加害者の大敗の罪、その刹那なのだ。この刹那から逃れたかった。この刹那の大敗を嫌って両親を見捨ててしまっていたの。今も生きて、その殺された方々は私を見て訴えます。あなたも同じですよね。ここに来て初めて私は自分の闇と罪をつかめたのです。真実の前に立った時、人はそれがどんなに恐ろしく不都合なことであっても心安らぐのでしょうか。私はやっと自分が何者なのか知ることができました。侵略戦争の罪は私たちの心の中にあるのです。それを見続けることこそ人間の闇の一筋の光であることを私は教えられています。私は初めてここに来て父と母の魂に静かに語りかけていました。許されるのならこの殺された方々の魂を生きているこの私に、我が身、我が魂によみがえらせてくださいと私はお願いしていました。私何にも分かってもいなかったのに、手を差し伸べようとしてかえってみんなを傷つけてしまいました。そんな自分に打ちのめされています。分かろう分かろうとすればするほど互いが互いを傷つけ合ってしまう。分かり合えないことの大きさにたじろぎと絶望すら感じてしまいます。父や春さんたち戦争世代から私たち平和世代の間には深くて大きな溝が横たわっていた。そのことに気づかされました。時折前にも増して父が遠く感じることがあるんです。今家族はバラバラのように見えます。でも悲しまないでください。私たち家族は今こそ戦後を生きる本当の心の復興を始めたのですから。都合の良いことも悪いことも私たちにとってはとても大切なことなんです。歩んだ人生を都合よく書き換えるなんてできないんです。だってそこから生まれて今があるんですから。さあ明日もまた忙しい一日が待っています。ハルさん、お元気ですか？お別れしてから3ヶ月、ふとハルさんを思い出します。兄弟がいないとばかり思っていた私に、今は亡き兄弟がいたことを知り、聞かされなかった空白の中で私たちの戦後の人生があったと、わかりました。父は私を愛することが
亡くなった子供たちに対する裏切りであったかのように思い、ためらっていたことを知りました。父自身、それは気がつかなかったようです。でもそんな父が、春さんと再会してうろたえ、それどころか私と親子の縁を切ると言い張ったすざましさに、私は許すことのできない父の身勝手さを感じ震えました。けれどその父が今まで見せたこともない姿で生き生きと苦しむのを見て、さらに驚きました。父たちは自分のために苦しむ自由すら持てなかったのではと気づいたのです。苦しみのるつぼにあってさえ父は輝いていました。不自由な父と共に育った私にとっては理解を超えていました。そして加害の罪、都合よくすり替えざるを得なかったと言い聞かせて生きてきた戦後の時間の重さと大きさの前に立たされた時、させられた罪から自らの罪を引き受けることで、父は初めて自分の命の輝きに目覚めてしまったのでしょう。そんな父の生まれた時代を私は初めて息子として心に抱き留めることができました。失われた時は決して過去のものではなかったのです。生きるということはもしかしたらいつも失われた時の中にいるんだという怖さを知ることなのでしょうか。ルイ・アラゴンというあのファシズムの時代を生き抜いたフランスの詩人がこんなことを言っていたと、学生の頃小林君、美佐子と新聞部のみんなで語り合ったあの青春の日々が今急によみがえってきています。幸せな愛などどこにもない、けれどそれこそが俺たちの愛なのだ。アラゴンはこの時ファシズムの嵐の中、絶望の真っ只中だったのです。僕たちは未生産の過去を残したまま、あまりに未来を急ぎすぎたのではないかと今思います。私の日本、夢にまで見た日本、私は長い間日本人としての血のこだわりの中で生きてきました。今やっと素直になれました。私の祖国、それは日本と中国、私と私の子供たちが二つの祖国を持つことが誇りになる新しい時代を私は待ち望みます。振り返れば、日本が戦争に負けたその日から、私たちは裸同然、乞食のように荒野をさまよいました。でもその時初めて蔑まれた人間の深い悲しみと絶望を味わったのです。
日本人の犯した罪の大きさと中国の人々の癒されることのない心の傷、中国に残された私たちは中国の大地で這いつくばるようにして新しく生まれ変わることを教えられました。私は日本と中国が世界中の人々が民族の血を乗り越えて新しいつながりと絆を結ぶ礎になる道を歩みます。それこそが未来に生きる子供たちへの贈り物だと信じます。日本の皆さん、どうか私たち忘れられた女たちを忘れないでください。2001年、中国にて